はいどうも皆さんこんにちは、岡本にやまです。いやー今日はねすごい天気がいい秋晴れの日となっております。いやー動画久しぶりですけどね、最近ちょっと受験勉強とかでなかなか更新できていませんでした。まあこの間にもいろいろあってですね、今までずっと大型のヤンマとか狙ってたんですけど、最近ゴミムシとかガムシ、ゲンゴロウにも興味出てて、まあ、今回は3連休ということで、まあじっくり、じっくりとですね時間をかけてそこら辺を撮っていければなと思っております。メガネのこれなんですけど、ね、そうですね、メガネぶっ壊れたんですよ。まあ仕方ないですよね。まあやっていこうと思います。まずはこういう田んぼの用水路にやってきました。ぱっと見水ないように見えるんですけど、実はよく見るとこういうところにね水があるんですよ。こういうところをちっちゃい網ですくうと意外と取れるものです。じゃあやっていきましょう。はい、これはゴマフガムシの仲間ですね。詳しい種類はちゃんと家に帰って顕微鏡で調べてみようと思います。ちっちゃい。はい、これはコガムシかヒメガムシかどっちでしょうね。どっちだろう、わかんないけど、ガムシの仲間ですね。ちゃんと図鑑で調べてみようと思います。はい、続いて取れました。これもガムシの仲間ですね。種類がちょっとわかんないんですけど、こちらもとんでもなく小さいです。家でちゃんと調べて下の方に名前出しておきますね。これはコシマゲンゴロウです。そんなに限られたところにいるわけではないですけど、やっぱりね、一匹落ちた。やっぱりね、いい環境にしかいないんで、大事な種類ですよ。綺麗ですね、本当に。うわー、めっちゃ好き、この造形っていうか、模様っていうか。バイバイ。はい、ちょっとね、山道の方に入ってきました。まあ、歩いてるゴミムシ、オサムシとか探しながら、まあ、あと、蝶とか、ここちょっと標高高いんで、面白い蝶とかが見れるかもしれないです。いろいろ撮っていきます。良さそうな池なんですけど、入っちゃダメらしいですね。まあよくあることですけど、まあ安全に気をつけてこういうとこはやめましょう。こんなちっちゃい池で船旅に出ていた先人がいるようです。尊敬を込めて拍手。まずこれは秋アカネですね。てか爪木棚、まあいいや、秋アカネです。まあ秋のトンボといったらね、秋アカネですね。バイバイ。ダイナミックですね。ディナミックですわ。ディナミック、とんでもねえ。すごい、これも海に何万年何千年とかけて溜まったんでしょうね。すごい限りです。今拾いました。センチコガネかな、ちょっと惹かれちゃってますけど、拾ったので標本にしようと思います。センチコガネです、多分。はい、続いてこれミルニャンマですね。ちょっと弱っちゃいましたけど、ミルニャンマです。いや綺麗なトンボです。弱っちゃったんだ。ちょっと標本にしようと思います。こういうのはね、まああんまり珍しい種類ではないですけどね、標本にすると記録として残るんで、何でも標本にするのは結構いいことだと思います。はい、なんかのヒョウモンチョウの仲間が取れました。なんでしょう、よくわかんないですけど、それにしても綺麗ですね。なんだろう、綺麗、いい蝶です。なんか知らんけど、これは仏道場さんではありませんか。かわいい。はい、おはようございます。2日目やってまいりました。早速こんな藪の中にいるわけですけども、今日はまた別の山に来ております。早速もういろんな蝶がね飛んでます。見えるかな、飛んでるんですよ、ね、すごい。早速やっていこうと思います。取れました。まずはこれキタテハかシイタテハとか、そこら辺のタテハチョウの仲間ですね。ちっちゃいけど綺麗です。あー逃げた、バイバイ。続いて今度はヒョウモンチョウが取れました。種類は分かんないので家に帰って調べてみようと思います。いや、ヒョウモンチョウね、種類多くて全然わかんないんですよ僕。ちゃんと調べてね、こういうのも詳しくなっていけたらと
思っています。これはセンチコガネですね。歩いています。すごい綺麗。ちっちゃいけどすごい綺麗です。あ、かわいい。登ってきた。かわいい。え、めっちゃかわいい。こいつ糞に集まる虫で糞虫って呼ばれている仲間ですね。にしてもかわいい。はい、コカマキリですね。今年も見れました。かわいいな、カマキリは。やっぱりあー逃げた。バイバーイ。なんかまたすごそうな標本蝶が取れました。なんだろう、名前わかんないけど、予想だと多分銀星標本とか、銀の星あるんで多分銀星とか、多分そういうやつじゃないですかね。合ってるかな、どうだろう。きれい。すっげー、すごい。これはちょっとね、曇ってきちゃったので、今からこのオスカルピスコップを使ってですね、ベイトトラップを仕掛けていこうと思います。ベイトトラップっていうのはですね、よいしょ、このコップを地面に埋めて、その中にオスとカルピスを入れることによって、地面を歩いているオサムシとかゴミムシがこの中にポン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 落ちて、それが取れるっていうやつなんですよ。最近ね、オサムシゴミムシにもハマってるんで、早速仕掛けていこうと思います。硬い、硬い、意外と硬い。まあでも頑張って掘ります。硬い、スコップ折れそう。はい、どうにかコップ14個埋め終わりました。いや、14個でも結構疲れますね。もう200個とか埋めてる人いますから、本当にわけわかんないですよ。ちなみにシャベルは半分ぐらい壊れました。で、今からですね、このオストカルピスを一つ一つにぶち込んでいくわけですけど、これもまた面倒くさいですね。まあやっていきましょう。とりあえず終わりました。一通りカルピスの方空になっちゃいましたね。まあということで、まあオサムシとかゴミムシっていうのは夜行性なんで、まあ一晩待って明日の昼にでも回収にまた戻ってこようかなと思います。じゃあまた明日。はい、おはようございます。今日はね、ちょっと小雨が降ってるんですけど、まあ罠の回収をしていこうかなと思います。まあ、早速罠がありました。入ってるかな、どうだろう。ちょっと全部ね、一回出して確認してみようと思います。はい、というわけで14個全部回収したわけなんですけど、まあ難しいものですね。なんかたまにちっちゃいゴミ虫とかはね入ったんですけど、狙いのオサムシは取れませんでした。まあでもゴミ虫が何匹か取れたので、今から家に帰ってちょっとそれの同定作業やっていこうと思います。はい、今回の動画はここまでとなっております。今回もご視聴ありがとうございました。いやー、これからなんですけどね、どうしよっかな。もう10月入っちゃったし、多分今年はあと、まあ、やるとしたらゲンゴロウとかゴミムシ、あとおさほりの動画なんかもあげれたらなって思ってます。あと来年の3月にはもう高校卒業して18歳成人なんで、もう多分こっから行動範囲とかは結構広がると思うんで、まあそれを生かしてより面白い動画を作っていければなと思っています。多分来年はもっと遠いところまで歩き旅したりとか、あとちゃんと本格的に甲虫ゴミムシとかやったりとかしようと思ってるので、まあそこら辺も見てもらえてれば嬉しいです。あとそれと、なんだろう、まあそうですね、ちょっと投稿の頻度が少ないというふうにですね、まあ、よく言われるんですけど、これもね、もっと頑張っていきたいと思ってますんで、そこら辺もよろしくお願いします。今までの良さっていうものを生かしつつも、もっと見てて興味深いとか皆さんの知識になれるようなね、情報とか、ちょっと言うの恥ずかしいけど、夢を与えるようなね、こともやっていきたいんで、
まあこれからもどうかよろしくお願いします。じゃあ今度こそこれで動画終わります。チャンネル登録とか高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。メガネの輪ゴム気になりますよね。僕も気になります。